さてと、実はね、うちね、気持ちいい、気持ち悪いって言わへん。あ、もちろん文学的にね、他人から何かされた時とか、あるいは他人をどうしても文学的に否定しないときの時は気持ちは、気象とか気持ちとか言うけど、気持ってどっち気象ってどっちな、じゃあ、うちがよく使う気持ちと一緒に。でしょ、うち気持ちいい、気持ち悪いって言わへん。気持ちって。うちの猫たちが気持ちを説明してると、あ、気持ちいいって言う。気持ちなんて。わ、気持ちしてるわって。じゃあ、気も、気しょも、うちの使ってる気持ちと、気もりとかでしやろ。どっちか分からない気持ちいいか気持ち悪いか。だって気持ちいいのは善悪なんかないやん。で、他人を非難するときも、うわ、気持ち悪って書けんやろ。いや、気持ちいいも言わへんの。他人を批判するときも、な、気象、気もやろ。うちの中で使ってることやったら、気持ち。うわ、気持ち。どっちやねんって言われるだろうけど、気持ちに善悪なしやん。どんな系統の気持ちなんで使ったっけ。でしょ、どんな種類言うてもそれ、あ、善悪で言うやつ。そんな低能のやつだから、どの系統の気持ちなんですか。どういう系統に属する気持ちですか。それ言うても、言い悪いでしか説明できない通りやろ。それともそんな聞けてもせん方がいい。気持ちいいって言うと、あ、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、うわ、怒ってる、うわ、気持ちいいって。気持ちに善悪なし。何やと思うな、気持ちに善悪なしっていうような用語をもうちょっと短めの作ってくれたら助かるかな。